をした。島は空の海からの大雨で20年も揺れ続けた。今晩、日本軍は民間人数千名を強制収容所へと更新させた。1万8500名の日本兵が米軍の上陸を待ち構えている。7月21日、数千名の海兵隊員が上陸を開始。第3海兵師団の第1課が浅野基地に上陸。日本の第326独立海隊の強行の抵抗にもかかわらず、海兵隊は多数の犠牲者を出しつつも上陸位置を制圧。一方、島の南部では第一陸自海兵旅団がバガトゥービーチ上陸。目的はオロテ半島と重要なオロテ飛行場の確保。強固な防護陣地を構築した第31歩兵連隊の第一大隊の構成には、ついで日本軍は対岸にいた米軍に反撃を開始したが、失敗に終わった。多数の死傷者を出しつつ、海兵隊は前進。近年のアダプトの他、米軍の第77歩兵師団が援軍として上陸。7月23日、上陸を見つけた。島の北部では海兵隊がコンテナ地へとじわじわと進行。南部では2年攻撃を行い、日本軍を圧倒しつつあった。米軍の兵士たちがこれを少年にもまだ海岸で物資を守った。7月25日、小軍勢の日本兵が戦線突破を準備。午前5時、幾千人の日本兵が島の南部で同時に大反撃を開始。戦線突破し、米軍の海岸へと退却させようと試みた。平成が何時間も続いた。戦場を多数にしたいようで、日本の反撃は失敗に終わった。海兵隊の回数、朝になると弾が10発しか残っていなかった。誰もが知らなかった死んだか戦勝しつつやった。翌日、米軍はこれまでの再開。7月29日にはコンテナ台を確保。チャヤヤンと電力を確保に、外地の制圧という目標を達成。南部ではオロテ半島と飛行場を確保。足掛かりとなる拠点を全て掌握した。ワントの戦いは重要な転換点を迎えた。日本軍は北部のジャイアンに撤退した。米軍は島を封鎖する戦略を取った。第3海兵師団は西部へ進行。第77歩兵師団はシャンボジの助け入れで東部へ進行。ワシン及びマネの強制収容所から数千名が解放された。進行する海兵隊を最も苦しい戦いの一つが待ち受けていた。フィネガヤの戦いで
8月10日までには日本軍の最終防衛線を突破され、本当はついに向かいましたね。米軍は迅速に道路を軍事拠点として整備。以後、日本軍の戦いを終結させるための戦略爆撃の拠点とした。